業界情報をタイムリー手軽楽しく学べるエネインチャンネルはいみなさんこんにちはカトシンですアシスタントの原夏子です応用編の第10回電気を送り届ける使命楽送料金制度についてパート3です前回は楽送料金がどのように作られ そして最終的に小売電気事業者の電気料金に含まれる形で消費者の皆さんが負担していること料金の値上げ・値下げのルールについて見てきましたはい、そうでしたね、はい、では、今ある制度が万全なのか実はいくつか課題が出ています今回はその課題について見ていきましょう総、はい、配電を取り巻く課題と対応状況環境変化の原因でさまざまな課題がありますね はい。細かい点は割愛しますが、はい、まず、これまでの環境が大きく変わっています。災害の激甚化や、総配電設備が老朽化してきたこと、再生可能エネルギーの導入拡大を国が進めていること、人口が減少し、電力需要が減少してきていることなどです。はい。そして、そうした環境変化に対して、必要な対策が検討されてきました。それを踏まえ、制度の見直しを検討しています。すでに一部は実現し、 一部は今まさにこの時点で審議・検討されているわけです、はい、まず環境変化について見ていきましょう最近の自然災害は激甚化しており停電発生、件数、個数、時間も増加これはニュースでもよく見ますので心配な問題ですよねそうですよね、はい、ここ数年台風や大地震、豪雨などにより日本国内で多くの被害が発生していますよねはい その際に送配電設備の倒壊や損傷もあり大規模かつ長時間の停電が発生しました前にもお話ししましたが北海道でのブラックアウトもありましたね、はい、次に送配電設備の老朽化と更新問題現在の設備は高度経済成長期に設置されたものが多く今後更新需要が増加全ての更新の場合架空線で120年 鉄道で250年を要するため維持対策の必要ありはい今日本にある総配電設備は1960から80年代に設置されたものが多くなってます、はい、例えば道路や橋などと同じようにインフラ設備は人で言えば寒暦や中年化してるんですねうんこれは先ほどの自然災害もあるので早急に対応が必要ですねはい しかし、これを全て変えるとなると相当年数がかかるとされています。はい、計画的に更新していかないと安定供給に支障が出かねない状況です。そして、再生可能エネルギーの普及に関する問題。東北北部では、系統の空き容量がゼロに、風況が良いエリアで風力発電の接続ニーズあり、再エネ導入は今後も増加し、現状の8割ほど増加の見込み。はい。 国は第5次エネルギー基本計画で再生可能エネルギーの主力電源化として普及拡大を掲げています。はい、そして昨年10月の菅首相の所信表明演説にもありましたが、2050年にカーボンニュートラルを実現するとの宣言もあり、その一つの方策が再生可能エネルギーの導入拡大になるのです。はい、でも再生可能エネルギー発電所を設置するに適している場所と電気を多く使う場所のアンマッチが課題となっています。うん、例えば、 日本で風況が良いのは北海道や東北地方の日本海側ですでも莫大な発電をしても北海道や東北で使い切ることは大変ですので東京など大都市圏に送って使ってもらう必要があるんです、はい、発電した電気を送り届ける送電設備エリア間をつなぐ地域間連携線を増強するには莫大なコストがかかりますこうしたコストをどう負担するかも問題になっています、はい 環境変化の最後は人口減少による電力需要の減少問題です電力需要の伸びは震災以降に減少2016年以降は頭打ちとなる見込み人口減少については知っていましたが電力需要にも大きく関連するんですねはいそうなんです日本の人口は少子高齢化等の影響もありこれから下降していくものと予想されています、はい、また。 10年前に起きた東日本大震災以降、節電をする意識が定着しています。そうした中で、使用する電力量、つまり需要が減少すると見込まれています。はい、次に説明しますが、電力量の減少は、託送料金収入の減少につながり、必要なコストが回収できなく恐れにつながってしまうんです。はい、コスト回収ができなくなる恐れ。現状の託送原価は大半が固定費である一方、 格層料金はキロワットアワーに応じた重量料金が大半を占める需要が減少した場合重量料金収入が減り結果固定費回収できない恐れこちらの説明をお願いしますはい。先ほど電力需要の減少がコスト回収に与える影響があると話していましたが、はい、その構図を解説します。まず左側の図を見てください。こちらは、 宅装原価と料金の構成になります。原価では固定費が約8割を占めているのに対し、それを回収するための料金では逆に重量料金、つまり電力量、キロワットワーンに応じて課金する料金が7割となっています。はい、これは高度経済成長期のように電力需要が伸びているときはいいんですが、電力需要がひとたび減少するとコスト回収がその分できなくなってしまう恐れがあるということなんです。はい 結果してコスト回収ができないと先ほど言った老朽化した送配電設備の更新だとか再燃を接続するための送電線の敷設新たなデジタル技術といった投資ができなくなり古い設備を使い続けたまま最悪は安定供給に支が出るという負のスパイラルに陥ることなんです、はい、さらに宅送料金を支払う側の小売電機事業者 そして最終的な電気の利用者にも悩みというか課題があります、はい、小売電気事業者消費者の悩みコスト効率化や固定費の配分が適正に原価に反映されないことや消費者理解の促進が不十分順番に解説をお願いしますはい原価低減コスト削減効果が料金値下げに十分反映されない恐れはい 前回説明したように、託送料金の値下げは届け出によって柔軟にできますが、はい、一般総配電事業者にとっては、値下げをしても特にインセンティブが働かないため、なかなか積極的にコスト削減分を反映するモチベーションというのはないんです。うん、よって小売電気事業者はいつまでも同じ託送料金を受け入れざるを得ないんです。はい、固定費配分。固定費の配分は、低圧事業、家庭向けが課題になっている。はい。 これもお話ししましたが、宅送料金はかかるコストの影響で電圧が低くなるほど高くなる構造でした。これにより家庭用の宅送料金が割高になっています。これは一般家庭にとっては重いものですよね。はい。個別原価の適正さ。事業者が自ら効率化を徹底する事業環境がなく、適正な原価水準の把握が困難。はい。先ほど1点目でもお話ししましたが、一般送外電事業者にとっては、 値下げをするだけのインセンティブは今はありません、はい、なので効率化をする環境もなく結果して現在の適正な原価がいくらなのかということが把握できない状態でもあります、はい、最後に消費者への情報提供仕組みなどについて消費者への周知、納得が不十分基本的に消費者、特に一般家庭、個人ともなると電気料金に拓送料金が含まれていること その費用の実態について理解している人は少ないと思います、はい、多分原さんも今回初めて聞いたんじゃないかと思いますうこうした消費者の理解を促進することも課題の一つとなってるんですよはい、そうですね初めて聞きました、はい、やっぱりエニーチャンネルはやっているとね、とてもお勉強になりますありがとうございます、はい、では今回はここまでです次回は拓送料金制度の見直しについて取り上げます BART3 はい 総配電に関する課題や状況について学びましたね。ガトシン先生への質問はコメント欄をご活用ください。それでは次回もお楽しみに